はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ジャンタマでね、麻雀を、打とうかなと思います。まあね、めちゃめちゃ久しぶりなんだけど、なんか1年半ぶりぐらいにジャンタマを起動したんですが、まあね、ちょっと久しぶりにね、麻雀やってみようかなということで、やっていこうと思います。っていうかね、ちょっとね、覚えてないんだけど前にね、ジャンタマで動画上げてた時どうしてたっけ。そうか、4人麻雀は銀の間ってとこで打てるとこまで進んでるよと、3間は、どうの間なのか、ちょっとね、久しぶりなので3間やろうかなと思ったんですが、まあ、3間トンプとりあえず予約しておきますか。はい、結構すぐ始まったね。じゃあやっていきましょう。はい、よろしくお願いしますと。いうことで、いきなり親からか。3、4、5、6、8、8、3、5、7、7、7、シャー。おー、ペアが2枚いきなり使われる。あ、2、3、4、5、6。まあ、8、8頭として、ピンズで2メンツと、ソーズで2メンツ、カンちゃん埋まれば、とても嬉しい。ペー3枚も使う。これは辛いな。あー、どうしよう。これ、ハク、切っちゃおうか。ちょっと、トイメンに泣かれたら辛かったけど。まあ、これなら、まだなんとかなるか。3? どうしようかな。こっちのがいい気がするけど。3ピンはいらないな。ちょっと早く、テンパイして、軽く、次の局に行きたいんだけど。カンしちゃおっか。ドライピンか。あ、いいね、リーチを。あ、オッケーオッケー、これならやる気するわ。これならまあ多少やる気がする。さあ、ロンダ。オッケー。リーチ、ドラ、赤、裏8って。あ、やった。はい、ありがとうございます。一撃必殺。あ、やったぜ。はい。まあ、めちゃめちゃあっさり終わっちゃいましたが、どうしようかな。まあ、とりあえずね、今回からね、もうちょっとね、麻雀、ジャンタマの動画ね、再開しようかなと思うので、まあ、1回目はね、ちょっと挨拶がてら、これで終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。